こんにちは、まなぶです。今回は成長するには無知の知が必須であるというテーマでお話をしていきます。で先日にこういったツイートしました。でちょっと読み上げていくと、成果を出す上で大切なことは無知の知ですね。つまり自分は無知であると知っていることが強いということです。謎にプライドが高い人がいますが、そのプライドの維持費は想像以上に高いです。僕は3年前くらいにプライドを捨てました。プライドがないと生きやすいですよ。こういったツイートですね。で今回ちょっとこのツイート深掘りしつつ、基本的に無知の知ですね。この辺りをテーマにお話をしていきます。で早速本題なんですけど、僕の結論として無知の知ですね、これがあると、成長しやすいです。これは確実だと思います。で、なんでかっていうと、シンプルに学習しようと思うからですね。で、例えばちょっと具体例出していこうと思うんですけど、世の中にその情報に弱い人たち、いわゆる情報弱者みたいな人たちいるじゃないですか。で、この人たちって基本的に、搾取をされていて、で、なんでかっていうと、ちょっと3つ例出していきます。で、例えば1つ目として、銀行に行って金融商品を買おうとするとか、あと2つ目は、大手キャリアの SIM カードを使うとか、あと3つ目は、富豪の人たちか、お金持ちの人たちは、年収が高いっていう風に勘違いするとか、こういったことですね。で基本的に今挙げたようなことって勘違いでして、で例えば銀行とか典型なんですけど、銀行で金融商品とかを買うっていうのはこれ本当に言葉選ばずに言うとアホみたいな感じで、なんでかっていうとその統計とかでも証明されていて、だいたいメガバンクっていうそのいわゆるその大手の銀行ですよね。そこで金融商品を買うと、なんだリターンが下がるみたいな、それなんでリターン下がるかっていうと手数料が高いからなんですけど、この手数料が高いからリターン下がるっていうそのデータがもう新聞とかに普通に出てるんですよ。ただ、こういうのを知らずに銀行に買いに行っちゃう人とかいるじゃないですか。あとは、これも、実際僕は見たことはないですけど、多分世の中によくある話として、会社定年退職しましたみたいな。で定年退職したら退職金もらえるじゃないですか。で退職金もらったらそのまま銀行に行って、それで謎の金融商品買っちゃうみたいな、それで損をする。こういう人も多いと思います。でなんでこういう人は騙されちゃうというか搾取されちゃうのかっていうと、知らないからですよね。じゃあどうしてこの情報弱者の人たちは、何も知らないのかっていうと、これちょっと逆説的で分かりづらいかもしれないんですけど、そういう情報弱者の人たちって自分は知っているって勘違いしたりしてるんですよね。例えばこれ典型的な言葉の例として、長く生きてるから知ってるとか、あとはみんなそうしてるとか、あとは怪しいものは、なんか手につけないとか、こういったところでですね、この辺りっていうのは基本的に何て言うんですかね、思考停止な考え方ですし、考え方によってはなんか傲慢な考え方だと思います。冷静に考えたら分かるんですけど、長く生きてるから知ってるとかっていうの、これもすごい勘違いじゃないですか。長く生きてたとしても思考停止してたら何も知らないわけで、今とか世の中こう冷静に見渡すと、例えばなんですけどプログラミングとかで言うと、大の大人よりも中学生の方が詳しいなんてことが余裕で楽勝でいっぱいあるんですよ。ただいわゆるそういう何て言うんですか、自分はある程度知ってるとか世の中の仕組み知ってるみたいな、そういう風に思っちゃってる人たちっていうのは、何なんですかね、無駄にプライドが高いのかよくわからないんですけど、自分はある程度知ってるっていう風に、そこで勘違いしちゃってるので、そこからなんか勉強しようっていう多分気が湧かなかったりするんですよね。なので、話を戻していくと、無知の知を知ってる人、こういうその自分は何も知らないってことをまず受け入れる、これを受け入れることによってそこから成長できる、これが本当に世の中の真理というか事実かなと思ってます。で今回のメイントピック以上なんですけど、ここから話を深掘りしていって、成長できる人の特徴ですね、こういったテーマでちょっとお話しようと思います。でこれ結論から言うと、素直であることですね。これめちゃくちゃ大切です。でなんでかっていうと、これ他の動画でもちょっとお話ししたんですけど、僕以前にSEO のコンサルティングっていう仕事をしていて、企業向けにざっくりマーケティングとかを教える仕事ですね、これやってた時にすごい感じました。でこれもこの先ほどお話した無知の知と関連しているので、今回お話していくんですけど、基本的にそのマーケティングとかを企業向けに教えてると、もう成果の出る企業と出ない企業っていうのが出てきて、でこの違いっていうのが割と明確なんですよね。でじゃあまず1つ目、成果の出る企業、こういった会社はどんな感じかっていうと、僕がそのマーケティングの、いわゆるコンサルタントみたいな感じでその会社に行くじゃないですか。で行って、それで僕は基本的にインターネットのマーケティングが得意だったので、こういう施策をしていくといいですねみたいなアドバイスをしますよね。でアドバイスするんですけど、そういう場所の経営者さんっていうのは、あ、そうなんだみたいな。そしたらじゃあ社内で体制整えるわみたいな。でそれでどんどん施策を実行していきましょうみたいな、こういう感じで、話が返ってくるんですよね。そしたら、僕としては社内体制が整うのを待って、でそれでそのマーケティング施策っていうのをこう実行していけば、これぶっちゃけほぼ確実に伸びるんですよ。っっていうのがまず1つ目ですね。で、2つ目のこの、伸びない会社の特徴、これどんな感じかっていうと、僕がそのマーケティングのコンサルとして行くじゃないですか。でそれでその社長さんとかに、こういう施策がいいんじゃないですかみたいなっていう提案をすると、その社長が「あ、そっか」みたいな「じゃあとりあえずちょっとやってみよう」みたいな、そこまではいいんですけど、でそれで施策ちょっとやろうとするじゃないですか。でやって、僕はその計画書みたいなの作ったりするんですけど、でそれを見せたりするともう細かく超聞いてくるんですよね。でここはどういう意味、ここはどういう意味、ここはどういう意味みたいな。でここに関してはもしかしたら賛否両論あるかもしれないんですけど、もちろん僕は説明するんですけど、ぶっちゃけそれって結構時間の無駄だなと思ってて、なんでかっていうと、その経営者さんってもちろんその経営に関してはプロだと思うんですけど、例えばそのインターネットのマーケティングに関しては僕の方が全然プロなわけじゃないですか。その、僕はコンサルっていうその教える立場なわけなので、そこに関して完全に質問するなとは言わないんですけど、もうある程度の大枠の質問だけして、それでもう施策進めちゃった方が、最終的なその目指す場所っていうのは、その会社の売り上げを伸ばすとか、そういう目標に向かって走るわけですよ。でもそれなのに質問ばっかしちゃうと、もう全然止まっちゃうわけじゃないですか。でこれもその話戻してきたある種その無知の知の部分だなと思っていて、そうやって質問しまくる経営者っていうのは、ある種その自分の方が何でもできるって思ったりしてるんですよね。こんなこと言うと僕は怒られそうなんですけど、例えばすごいよくある例として、自分は長年経営してきたんだから全てわかるみたいな、こういった人も意外といたりして、ただこれ説明するまでもないんですけど、経営とその、僕がやってた SEO って、SEO って検索で上位取る話なんですよ。これと会社経営ってもう圧倒的に違うじゃないですか。で僕はこの SEO に関しては5年とかの経験を持っていて、そういった会社の経営者さんっていうのは5年とか10年経営してるかもしれないですけど、ただ SEO に関してはゼロなわけじゃないですか。だったらその無知の知っていうのを、そこの SEO って分野ではもう完全に認めちゃって、目の前にいる人を信じて、でベストなやり方としては多分3ヶ月とか半年ぐらいですかね、それぐらいの期間っていうのをこう走ってみて、でそれで様子を見るみたいな、これの方がいいんじゃないかなみたいな、そういったことを思ったりしてました。ただこういった話すると例えばコンサルティングとかコンサルタントとか怪しいから、そういうのをそのまま信じちゃうと騙される場合もあるし、だったら細かく質問した方がいいんじゃないのっていう、そういう意見もあると思うんですけど、それもそうなんですけど、その前にそもそももう発注してるわけじゃないですか。例えば僕にこうコンサルティングを発注してるわけで、そこでもう一旦信頼しちゃってるわけじゃないですか。だったらその発注した後に疑いを寄せたりしても正直意味ないと思っていて、それよりも僕の方ではもう3ヶ月から6ヶ月かかりますよって事前にお話してたので、だったらその期間を待ってみて、で繰り返しなんですけど、その後に判断、数字だけ見て判断みたいな、そっちの方がいいんじゃないかなって、思った次第です。なので話を戻していくと、成果を出す人の特徴というか、成長できる人の特徴ですね。ここに関しては、素直であること、自分はこの領域に関してはもう完全に無知ですみたいな、無知だから、この人は信頼できそうだから、とりあえず、3ヶ月間という期間はもう盲信してみるみたいな、何も言わずに完全に信じてみるみたいな、これの方がいいんじゃないかなと思っていて、で今回そのコンサルティングを例に説明したんですけど、例えば別の分野でも完全に一緒だと思っていて、ちょっと長くなっちゃったんでもう終わらせるんですけど、SEO だけじゃなくて、例えばその Twitter とか SNS の運用でも僕も聞かれたりするんですけど、聞かれてもそのと僕が答えても「いや自分には自分のやり方がある」とか言って、その言われた通りやらない人とかもいて、これもそれこそ無知の知を自覚してないことですよね。やっぱりその SNS とかって実は奥が深かったりして、それでフォロワー多い人とか発信力強い人はそういうの分かってたりするんですよ。でそれでアドバイスとかしてるのになぜか実行しないっていう謎な人がいたりして、謎だなと思ったりしてる、今日この頃です。はい、というわけで、今回これぐらいにしようと思います。僕のチャンネルでは、基本的に個人で生きていく上で大切な思考法とか、個人で稼ぐ、ノウハウとか、方法論ですね、この辺りにフォーカスして発信してます。でもし今回参考になったら、ぜひチャンネル登録とライクボタンを押してもらえると嬉しいです。であと、ブログとかツイッターもやってます。で、ツイッターに関しては僕の日常生活とか結構発信していて、で、今これは、マレーシアの、クアラルンプールっていうところにいるんですけど、窓の外こんな感じですね。こういった、ノマドライフ的な生活をしてて、でこの辺り興味ある方は Twitter の方を見てもらえると嬉しいです。というわけで以上となります。さよなら。